皆さんこんにちは、ダイダラです。ダイラのスマッシュブラザーズスペシャル、今日はオンライン対戦デビューしたいと思いまーす。で、まだね、実を言うと私、全キャラクター出てないんですけどね、オンラインで誰かと対戦してね、なんかビップルームっていうのがあるんでしたっけね、ちょっとまだよくわかってないんですけど、これ初めてやります。インターネット繋いで誰かと大乱闘しまーすらしいです。さあ、これでちょっとね、楽しく遊んでいきたいと思います。優先ルールちょっとこれ決めましょうか。多分これが前作のガチ対戦だよね。サンストだっけ、サンストニストだっけ、ちょっと覚えてないんだけど、ニストでとりあえずやろうかなと思います。ね、よし、それでは入ってみましょう。さあ、デビュー戦です、これが。あ、そうだ、キャラクター選ばなきゃいけないよね。さあ、また見てもらって分かる通り全キャラ出てません。だけどね、出てたよう出たんですよ、僕持ちキャラ。前作ね、ダイナとスマッシュブラザーズ 4DS ね、WiiU で出て使ってたと思うんですけど、これ使ってやっていきましょうかね。これ何、世界戦闘力52まで何なんだろう、これ。ねえ、まあ、とりあえずこれが多分デフォルトなんですかね。じゃあこれをちょっと今からやっていきましょう。おっ、始まったぜ。さあ、よろしくお願いします。カムイですね。さあ、行くか。3分のバトルか、これ。よし、よしくー。ねえ、さあ、おい。さあ、デデデはね、とりあえずパワーファイターですのでね、ガツガツ押していこう。おらー、うい、よっこっきゃう。ウニ出しちゃおうっと。いや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 、おっと、上スマッシュ行ってーぜ。ウニ出しちゃおうっと。よいしょ。いや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 、あ、やべ。さあ、それ何、それ上 B かな、それは。よし、さあ、いい勝負してますね、今。さあ、ウニちゃん置いて上強。おう、さあ、これでバーストかな。まだ生きてる上強。さあ、今度こそバースト。さあ、まずは1本目選手。よし、痛い、ダッシュ攻撃食らって、よいしょ。おっと、危ね、転がり転がりの、はい、ウニの崖やりましょう。どれー、よっしゃー。デビュー戦大勝利。崖の前にな、ウニ置いて、うまいこと成功ですね。おーし、まあ、こんな感じで進んでいけばいいんだよね。ワンオンワンって世界戦闘力、今77万、ね、初めて勝ってこんなもんなんですけど、まあ、これ高めていきましょうか。とりあえず、VIP ルーム入れるようにね、今日は頑張って、ね、連戦していきたいと思います。ではでは、もう一回だ、行くぜ。ルキナです。よろしく。タイマンですね、また。よいしょ。意外と優先ルールね、タイマンになることはあるんですね、いっぱい。嬉しいな。なんか大乱闘が多くなっちゃうっていう人が多かった気がしたんですけど、そんなことなくね、ガツガツ。よいしょ。さあ、ウニガツガツ投げまくって、俺は。逃げるぜ。よいしょ。よいしょ。転がりーのー。あ、ほんと転がるの発生早くていいよね。ほんと。で、横強ちゃんのスマッシュ。あっしゃ、1本目。バソウ。横強を出そうと思ったらスマッシュが暴発してなんとかいけましたね。ラッキー。さあ、ゴールド出しまくって。コロコロ。おー、怖え。おっと。ウニと一緒に転がっていこう。やべ。こんにちは。痛い痛い痛い、空気禁止。よっしゃ、ウニ当てる。よいしょ、アウト。カウント怖い怖い怖い。おっと、転がり、くそ。じゃあどうしようかな。やめてくれ。あーっと、あと向こうが、これで事故ですね。残念でした。よし、さあ、まだ2戦目もなんとか勝てましたね。ありがとうございました。これな、何連勝ぐらいでビップルームいけるんだろう。てか、世界戦闘力どれぐらいできるんだろうね。さあ、とりあえず98万超えましたね、サクッと。では3戦目いきましょう。ガオガエン、よろしく。よし、またタイマンですね。よろしくお願いします。さあ、これでウニ出そう。おお、怖い怖い怖い。コロコロコロ、痛い、投げられた。ラリアット。よっしゃ、コロコロコロ。おっと、ギョッコ今日は遅い発生が。よし、さあ、吸い込んでペット捨てて。うー、ゴールド吐き出しは結構強いですからね、今作。やべ、下グワッと攻撃怖い。さあ、ガオガエン、ペット捨てよう。さあ、崖攻撃行きましょう。よっしゃ、ウニちゃん、ありがとうございます。転がってこいよ。どれー、サイポミゲット。このウニ沖からのスマッシュ、安定感ありますね、やはり。よいしょ、コロコロ。やべ、横強。待って、コロコロ。おっと、危ねえ。横強はダメ。ガラリアット、それ強いよな。よし、おらおらおら、ウニ置いていこうぜ。おっと、横強、弱弱。あー、やべ、投げられた、またドア。それ強いっすな、ほんと。おっと、怖え、マジ。転がって、横強からの、ここガーキャンしっかり投げていこうぜ。よいしょ、うっつー。待って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 、これまずいか。
帰ってきまーす。だーでも生きてるから俺の勝ち。はい、星当てる。横強。よし。おう。攻撃力これで倍だっけ次が。ねえ。ガオガエンのなんか復讐みたいなやつ。ねえ、リベンジでしたっけ、わかんない。よし。歌おう。さあ、吸い込め。よし。転がって、あーダメ、あー投げられた、死んだからな、本当にこれでバーストなったか。さあ、11食らえや、おらーだくそ、その、そう、よく、何 B か分かんないけど、その技が結構効くな、さっきからよっしゃ、さあ、ウニ当てて、ウニ吸い込んで、ペットしてよ。さあ、これでバースト、フィニッシュ。デデデ大王の今作の新技、ウニ吸い込みですね。ゴールド吸い込みですけど、ちゃんと言うといや、よし。さあ、3戦目もね、勝って3連勝です。さあ、これで多分、世界戦闘力100万は超えたんですかね。よし。まあまあまあ、どんどん上げていきましょうか。では、やりましょう。バーサス、クッパークッパ様、よろしくお願いします。さあ、重量級対決や、これ。ほらほらほら。よし、あ、転がれ、転がれ、クッパ様、うおーおーおーおしっかりウニ当てて、パーセント稼いでいきましょう。うわー、よくん。下攻撃かな、今のはわかんねえ。クッパ様、よし、ウニしっかり当てていこうぜ。うお、怖え。よいしょ、うー、おいでー、クッパ様。よいしょ、フライングで出てプレス。よし、うわっ、おっと、危ねえ。怖え、クッパのパンチが怖いよね。おっと、痛い、そのパンチ。あーっと、上スマッシュさせません、アタック。よっしゃー、サオイエス、撃破。まあ、1本目はサクッとゲット。3本制ですね、今回は。結構長いですね、3ストは。よいしょ。やっぱ2ストぐらいがちょうどいいのかな、わからんけど。うわパンチされた。さあ、走ってきたところはしっかりとね、拾ってきたー、投げられた、普通に。よいしょ、空後ろ当てていこう。ちょっと弱体化した空後ろ。ウエス、それは普通の、うわぁ、空下からの上スマッシュ。うお、怖っ。うい、ウニ投げちゃって、あー、ファイヤー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 、地獄のファイヤー。お、あぶな。さあ、これ落とされそうで、もうまずいな。もう1ストぐらい取れたらご飯が美味しいんですけど。よいしょ、クッパ来いや。あーっと、ガードされたから、スマッシュからの転がり、あ、失敗した。危ね、今の。はい、ありがとうございます。ウニ置いときゃよくコロコロしてくるんで、そこ下スマで借りやすいっていう。あ、お疲れ様でした。命を捨てる。よし、さあ、これで世界戦闘力で、今どれぐらいだっけ、俺わかんない。何戦かちょこちょこやってるんですけど、110万はもう超えてたんですよね。ね、これで115万か。まあ、ぼちぼちってとこでしょうか。よし、やりましょう。VS トゥーンリンク、よろしくお願いします。サンストね、今回。よしくー、よいしょ。おお、さあ、どうして、うわー、ボム、おいしい。逆さあ、お互い今パーセンテージが全く進まない状況。よいしょ。ほら、吸ったもん全部返すよってやつ。よいしょ。おっと、いてーぜ。じゃあ、ジャスがうまく決まったね。よいしょ、よも返すよ。さあ、スマッシュ当ててー。おっとー、よいしょ、バケナ返すよ、ブーメラン返すよ。今作のデデデの強みそこだからな、ほんと。何でも返すよーっていう。ね、よし、下スマッシュダメ。おっと、DA 当てられて、うわーっと。じゃあ、君も返すよー。よいしょ、刺したスマッシュ、バソウ。さあ、あと2本。さあ、どう戦おうか。35% だからまだね、優しいぐらい。うおっと、ありがとうございます、返します。下頃の、よし、スマッシュは間違った。横スマじゃなくて横強が欲しいぜ、俺は。よし、さあ、あ、逆、あ、くそ。さあ、今回はちょっとね、圧倒されてますね。下メテオ失敗。おーっとっと、あぶね。うい、転がってゴールドに当たんねえかな。うっ、怖え。ウニちゃん当たっすー。うっと、自分のゴールドもね、
よいしょ。うまく変なとこに行って当てたら美味しいですけどね。よいしょ。さあ、ウニ見事当てましょう。ひたすま待機。ひたすま待機。おーっと、ジャンプしちゃう？したーっと。足当てる。さあ、このパーセントまで稼げたらもう上出来オブザイヤーって感じ。にゃっ、うわっす、やられた。爆弾からの熊へ。重たい攻撃ですね、これは。ありがとうございまーす。しくった。さあ、スマッシュ当てられた。うわ、顔に当てられたら、その爆弾はダメだ。よし、ゴールドよし。多分、追撃がもうちょっと甘いな、俺。もうちょっとしっかりしなきゃな。うい。よいしょ、熊へでーい。うわー、重くやばいやばいやばい。ちょっと待ってよ、今の今の一瞬の塊、マジで待ってくれよ。マジでなえちゃんだぞ、今の。どうしたー。まあ、なんとか 6% 待機。いいぞ、いいぞ、いいぞ、これは。よし。スマッシュ。おっと。DA 転がりの転がり。おっと。え？届かない、どっちも届かない。いい距離感。ねえ、いて。俺の方がダメージ重いんじゃねえか、重いんじゃねえか、それ。え、スマッシュ。うい。よいしょ、ダブルでヒット、おいしいねー。いただきます、モス。よいしょ、さあ、スマッシュでバースト、勝手。ちょっと2本目がかなりもったいない死に方した以外は、まあまあ、ぼちぼちじゃないの。今回、デデデのね、吸い込んで。吐き出すがかなり使えたのがでかいんじゃねえかなと思います。遠距離持ち今までね、前作が苦手だったんですけど、今作はそのあたりは強いかなって感じです。まあ、弱体化視点はやっぱりいっぱいあるんですけどね、使えるところはたくさん使っていきましょう。あれ？なんか待って、いつの間にこれビップマッチ行ってんじゃん。あれ？なん、ビップマッチ行きましたみたいなの教えてよ。いつ行ってた？いや、わかんねえよな、みんなは。俺、いつからビップマッチ行ってたんだろう。はい。ということで、ここで解放されました、出てたのね。あ、今出たのかな、もしかして。わからんけど。ねえ、ビップマッチ。これですね。なんかね、世界戦闘力が高い人だけが行ける部屋がありまして、ビップマッチってのがね、出るらしいです。出たらしい、出ました。はい。じゃあ今後はちょっとビップマッチとか交えたりね、他のキャラもビップマッチ行かせたりとかね、しつつでやっていきたいと思います。とりあえず今回はこれで終わりましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。で、対戦はガツガツと今後もやっていきたいと思います。いつか視聴者さんともね、対決したいなと思いますので、その説はどうぞよろしくお願いします。またお会いしましょう。あつぽよ、じゃあの。